僕のお気に入り T シャツトップ5に入ってきそうなやつ、これ90年代の T シャツなんですけど、これね、僕が一番好きなボディなんですけど、フルーツオブザルームっていうボディ、今でも売ってるんですよ。ヴィンテージの T シャツってマルジェラとかアンダーカバーとかね、そういうブランドものの T シャツが古着屋さんに売ってるってことはほとんどないんですけど、ヴィンテージの T シャツはこのボディのブランドで選ぶことが多いんですよ。みんなが知ってるところで言うとヘインズとかで、これで言うとフルーツオブザルームとかスクリーンスターズとかオニータとか、古着屋さんのヴィンテージの T シャツとかっていうのはボディのブランドがたくさんあるんですよ。で、僕はその中でもこのフルーツオブザルームのボディがめちゃめちゃ好きなんですよ。丈がそこまで長くなくて、袖丈がそこそこの長さがあってみたいな、僕にぴったりのサイズ感なのがフルーツオブザルームなんですよ。これ、まあ、動画でもたまに着てるんですけど、赤ちゃんがね10体ぐらいいるんですけど、で、なんかね、これ刺繍じゃないんだけど、なんかちょっとね固めのプラスチックみたいな素材でプリントされてるんですよ。これまあ1万6000円とかで買った気がします。この緑の T シャツとかはフルーツオブザルームの90年代タグで XL だったんで、もうその時点で買いました。僕はね緑あんまり似合わないタイプなんだけど、あのキンプリの平野くんがめちゃめちゃかっこよくウインクしてくれたらうわってなるじゃないですか。それと僕は同じような感じで、90年代のフルーツオブザルームのタグのボディを見てシングルステッチなところを見たら、俺はそれで興奮するんですよ。90年代の黒 T、 汗感がめっちゃいい感じ。これは2000年代ぐらいの T シャツなんですけど、可愛かったので買いました。はい、これもう全部90年代です。もうヴィンテージ T シャツってやつですね。はい、あ、冒険家みたいな人が映ってますね。爽やかなんで夏に着たい T シャツです。でもね、そのキャラクターものとか、まあ、映画 T とか本当にねどんどん値段が上がってるんで、古着屋で見かけてねそんな高くないなと思ったら買った方がいいと思います、好きだったらね。ベティちゃんの90年代の T シャツです。1997年ですね。こちらが僕の超お気に入りのフォレスト・ガンプっていう映画の T シャツです、ね、このフルーツ・オブ・ザ・ルームのタグのこのねマスカットの後ろの葉っぱみたいなやつが茶色だったら90年代とかっていう感じで、タグのね色でね、あの年代をね判別したりするんで、それもまたいつか動画にしたいと思ってます。90年代のペプシの公式 T なんで、これはねなかなか珍しいんじゃないかなと思います。でペプシの部分がちゃんと刺繍になってるんですよ。僕がねもしペプシさんからお仕事いただいた時はこの T シャツを着て出たいなっていう夢があります。続いてナイキの90年代の T シャツです。この紫いい感じでしょ。で後ろもこういう感じになってて、サーモンピンクみたいなプリントがすごくこの紫になってて好きです。これはこの T シャツはねもうちょっとサイズが大きかったらよかったんだけど、サイズがちっちゃかったんで古着屋さんをやった時に売りたいと思います。白 T にね黄色のプリント俺結構好きなんですけど、これは結構レアかも。ゲスの80年代の T シャツです。珍しいっすよね、ほらメイドイン USA ゲス1989年なんで31、2年前ぐらいの T シャツですね。ちゃんとほらシングルステッチで、うん、これはロスで1万円ぐらいで買ったんで、多分日本で買ったらもっと高いと思います。ザ・アメリカ古着っぽい T シャツ、このメッセージが面白いんでね、 The stock dropped me here 65 years ago not but forバードドロッピングス、どういう意味？誰か英語詳しい人この意味教えてください。はい、90年代の T シャツ、はい、これも90年代の T シャツですね。スポーツフェスティバルの T シャツみたいです。でこちら色がねすごい綺麗なんですよ。ピンクなんだけどこんな感じのピンク結構好きだったんで買いました。でこれ僕の生まれ年の T シャツ、1995年の T シャツなんですけど、すごいねしっとりしてる。これは世界に1着しかない T シャツです。ついに見せる時が来たか。こちらです。じゃーん、何この T シャツって思ってる方の方が多い気がするんですけど、これね僕の友達のスタイリストの友達のリメイクをやっている人にお願いして作ってもらったやつなんですけど、これねステューシーとゴーシャ・ラブチンスキーのブッキングした T シャツなんですよ。
これステューシーってこうここにねステューシーって書いてるじゃないですか。でここにゴーシャ・ラブチンスキーってこうロシア語で書いてるんですよ。ゴーシャ・トゥーシーみたいな感じでブランドネームがねあの胸にあるやつだったんでブッキングしたらちょっとかっこよくなんじゃねってことで作ったやつ。これは80年代のリンガーティー。これもデッドストックです。デッドストックのスヌーピー T シャツ、これは女の子に着てほしいと思って買いました。グッドイヤーだって車のあれじゃなくてイヤーって耳なんだ。ちょっと面白い。こちらめちゃめちゃ可愛い90年代かなのバブルガムの T シャツで、うわ出た、これめっちゃ可愛いよ。これリンガー T なんですけどカレッジ T シャツなのかな。これ見てこの下あのリブができててすぼまってるんですよ。女の子もねビッグサイズの T シャツ着たいけど着たらこの下が長くなっちゃってちょっとみすぼらしくなっちゃうみたいな人結構いると思うんですけど、こういう T シャツだったらいいですよね。タックインしてもいいしそのまま着てもいいし、これもテロッとしてて超いいですね。これは80年代の T シャツですね。でさっき言った僕が大好きなフルーツオブザルームっていうタグ、これがね90年代のスクリーンスターズのタグ。これは古着屋さんでよく見たことある人いるんじゃないですかね、90年代さらに古くなってくるとこちらが80年代、まあ、90年代もこれだったりするんですけど、これよりさらに古いのがあります。80年代前半のやつこちらです。じゃーん、めっちゃ古くないこれ。ちょっともうみんな飽きてきたかなと思うんでここらでちょっと激レアな T シャツを一つお見せします。僕が持ってる激レア T シャツこちらです。でーん、任天堂バンザイって書いてるスーパーマリオブラザーズ2ですね。1989年の T シャツなんですけど、これはマジで見たことないでしょ。ロスのフリーマーケット、個人でみんなこう古着屋さんとかがいっぱい出品してたりとかして、そこで見つけた T シャツなんですよ。でもなんか数万とかだった気がする。めっちゃ可愛い。でもこれサイズちっちゃすぎるんだよ。これ多分ね小学生とかが着るやつなんだよね。あーまた面白い T シャツ出てきましたよ。これは普通に2000年代ぐらいの結構新しめの T シャツなんですけど、海外のマリオの T シャツなんですけど、まあ、T シャツにどんなメッセージを入れるのかすごく大事だと思うんですけど、これをデザインした人はワンカートリッジ4人バトルっていう90年代スクリーンスターズボディのテロッとした T シャツ。はい、のぼり別といえばのやつですね。これは80年代の T シャツ、86年の T シャツです。でこちら90年代の T シャツ、うわこれかわいいね。めっちゃテルッとしてるし XL サイズなんで、サイズ感もめちゃめちゃいいんで、わーこれが超かわいいんだよね。これ北海道で買ったんですけど、襟がちょっとねエレガントな感じなんですよ。女子とかで T シャツ着るとラフ感が出すぎちゃうみたいな人とかすごくいいんじゃないかなって。でこれはね本当はね薄ピンクでかわいい T シャツだったのに、洗濯したら色移りして茶色くなっちゃった。悔しい、帰ってきてくれって言って同じものを、ね、ネットで買おうと思っても買えない。それが古着なんですよ。続きまして僕の激レア古着もう一着紹介します。こちらです。でんでででで ん, ちゃちゃでででででんちゃちゃアダムスファミリーの T シャツです。これは本当当時の1991年の T シャツなんですけど、 XL サイズでこんだけ綺麗な状態でT シャツ見つけることはなかなかないんでめちゃ珍しいです。こちらミスタージュンコ、コシノジュンコさんの T シャツっていうか、まあニットですね、半袖ニット。コシノジュンコさんはやっぱり日本の偉人なのでお勉強のためにとも思って買いました。任天堂64の T シャツ、これねサイズがね XXL で僕の気持ちいいサイズです。はい、ディズニーの公式 T シャツ、これは2000年代ぐらいのちょっと新しいやつです。あ出た、こちら80年代のフルーツオブザルームタグの無地のポケット T シャツです。無地 T も最近はちょっとちゃんと欲しいなと思って。こちら結構人気なんですけど、スパム T、 これで90年代のスパムの T シャツ、めっちゃ可愛いっすよね。でこちらタグも超可愛いんですけど、トゥイーティーの T シャツで、こちら原宿のキンセラで買いました。あのスポンジボブのもう一人の方、スポンジボブの公式のタグがついてるんで珍しいなと思って買いました。でこれ動画でもちょいちょい着てるんですけど、70年代の T シャツ、ガーフィールドの T シャツです。洗っちゃうとねこれポロポロ取れちゃったりするんで、あと10回ぐらい洗ったらこれはもう無地 T になります。これも結構着てるんだけどサイズ感がいいからめっちゃ着てるんですよね。2000年代ぐらいです。これはドアーズバンド T、 ドアーズのリメイク T シャツです。
これロスで買ったんですけど、店員さんはあのちゃんとねブートじゃなくて本物だって言ってましたけど、果たしてどうなんでしょう。はい、であとモンスターの T シャツ、これは2000年ぐらいの新しいやつです。これで全部じゃないかな、紹介し終えました。僕もね結構長い間集めてきた T シャツたちなんで、僕は何を持ってるかっていうの分かってなかったりもしたんで、この紹介をすることで、あ、こんな T シャツあったんだっていう発見になりました。まあ、今回はね200着ぐらいあったんで、バーッとお見せした感じで終わっちゃったんですけど、あの、まあ、ちょいちょい話してたそのなんでこの T シャツがいいと思うかとか、 T シャツのボディのブランドによってどう違うかみたいな話も今後ね動画でしていけたらいいなと思うので、またその動画もね楽しみにしていただければと思います。ということで、この動画を見てちょっとでも古着屋さん行ってみてなと思った方はぜひ、高評価チャンネル登録お願いします。あとこんなことやってほしいなみたいな企画とかがあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。で今回紹介した T シャツもね結構な割合で僕着てインスタにアップしてるんで、インスタとかぜひ見ていただければ嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。